すごくいい Vlog でしたね皆さん。めちゃくちゃ手の込んだすごいねあの三重のいいところがギュッと詰まった。あ <laughs> <laughs> じゃあ声小さいのしゃあないねってもうスマホで撮ってるしさそんなさなんか大層な YouTuber みたいなさマイクとかもないから。 <laughs> うるさいなもうお姉ちゃんの精一杯なんやってあの Vlog めっちゃおしゃれにさ編集さしてくれたのにさなんか全然思ってた全然思ってたんと違うね本当に三重の人には悪いねんけどお姉ちゃんが食べた伊勢うどんは本当にまずかったわけもうしょうがないそれに関しては。 お姉ちゃんがが言いたいたことが本当にあるあ,そあの動画では本当に伝えきれないことがたくさんあるわけ一番長かったシーンはバスに関係ないけどあれ何なのんなんあの J のあの純子のあの広告にさ広告なんか全然知らんなんかあのスマホのさ広告に終わるようなゲームがっつりやってるやんめちゃめちゃやっとるやん あの意味のわからんゲームずっとしかもあれ結構ギュッとし,したけどもずっともう三十分ぐらいあれやからな。 ずっっと喋ってたからな8,050お姉ちゃん8,057そんで1万4,0001万4,000レベルの人が1位やねんとか言ってさ絶対そんなんさなんか8,0501万4,000レベルの人はそっからもレベルが上がるから絶対1位にはなられへんやんってお姉ちゃんあの時は思ってたけどもうそこはぐっとこらえたよねだってもうこないで行ってきてんでこれも10 あれついた日曜日もうだから音と音11日に行ってきたから日曜日にめちゃくちゃ暑かったわけもう本当に気絶するぐらいの中の暑さやったけどやっぱめっちゃ楽しかったな,なんか意外にバスツアー楽しいんやなって結局当日の行きたい度はもう本当に43%ぐらい。 当日の行きたいパーセント、これ本当にみんな絶対 J に言ったらあかんで。内緒やからな。もうこれ見、知らんし J は見てないし、お姉ちゃんのツイッチ。マジで当日の行きたいパーセントは43やったけど、J と合流してバスに乗り込んだ時はもう75ぐらいまで回復した。めっちゃ楽しかったしかも。も見るかも、もう一回みんなで。お姉ちゃん的にめっちゃ説明したつもりやってんけどな。 風景が少なく <laughs>。え、じゃあさ、みんなだからもうされ、あれやって言っていこう。みんなのその、だから次もさ、次も行くねん。来月。だめっちゃ面白くて。めっちゃ面白かったから、バスツアー。だ次も、来月もちょっともう予約してんねんやん。ちなみに <laughs>。ちなみに予約してんねんやん。 で、次のところも、ま、あこれはまた場所は内緒やねんけど、だから Vlog で撮るから、今回の、その反省をいかしてんゃ <laughs> めっちゃ面白かったよ、バスツアー。でもな、昼ご飯がちょっとさ、マジで、伊勢神宮の尺少なすぎへんか。じゃ、もうな、あの、もうな、あの辺でも疲れてきたんやろうな、多分。 もう結構ぐったりしてねもうビソンのあのバギーがもうテンションマックスやからちょっと見ていこう何があかんかったんやろうなこれ知ってるみんなこのビソン今巷で大人気関西ではこの三重の 三重のお伊勢さん行って行く途中に美ン寄ってみたいなこのね美ン映えスポットみたいな感じで人気なんですよ知ってますか新しくねできたところでなんか宿泊施設もあるしみたいな。<laughs> えちなみに、本当にこのうどんが、もうマジでまずかった。ほんまに。もうお姉ちゃんはもう正直に言うけど、このうどんはマジで食べられへんかった。だってみんなさ、うどんってさ、こんなさ、だってバスツアーで団体でめっちゃ来てるから、だいぶ前からここにあんねんで。死んでる。このうどんに関しては。 マジで、ちょっと本当に三重の人には悪いけど、ここ,こで出たうどんは、ほんまに、もうお姉ちゃんの口に合わなかったんだよね。ただ、この松坂牛はマジで美味しかった。なんかなパサパサで、やばいねん。めっちゃ長く炊いてんねや。ちなみに、この、なんか伊勢海老も、 <laughs> あんまし美味しくなかってんな <laughs>。ちなみに、この中で美味しかった。マジでお肉はめっちゃ美味しかった。だからそれの4やな。それの10点満点中の4お肉が美味しかったから。<laughs> でもあまりにもさ、うどんがもうほんまに、なんか、 パサパサすぎて、お姉ちゃん絶対これ、ここに入れて食べるやつやで、とか言って急にさ、ほんでなんか周りのさ、なんかおばちゃんとかおっちゃんとかもなんか純子の食べ方見てみん,なみんな真似してたからな。<laughs> 絶対この食べ方ちゃうのに、お姉ちゃんこれ入れた方が絶対美味しいで、とか言ってさ、ほんで純子がそんなんするから周りの人たちも真似して食べてました。これはこのまま食べるうどんです。 間違えてますこの食べ方はでもみんなもうあまりにもパサパサすぎたからそのままツアー会社もやめていやでもこれだけご飯がちょっと残念やったなっていうだけでお肉は美味しかったから <laughs> じゃあマジでなパサパサやしな味ついてるもんなって。 しかもさなんかさやっぱご年配の方とかが多いからさなんかあんましはしゃいでさ「わおいしい」みたいな感じで言われへんねんすごい静かに食べてはるから全然あんま喋ってはらへんねん周りが <laughs> 半球交通士じゃないよまあでも楽しかったそのバスツアー自体はめちゃくちゃ。 しかもちなみにこのエビでお姉ちゃん怪我して血出たからなみんな,なんかエビってさ難しくない食べんのなんかこのさ尻尾のところかなんかどっかで定期ってお姉ちゃん怪我してちょっとテンション下がってんねん最初のこの昼の段階で殻がさ硬いからどうですか今からすか <laughs> しかもこれもさ <laughs> ここもさ、なんか何を取ればいいかが <laughs> ちょっとみんな待って、このお姉ちゃん、この地面を、こういうのがあかんってことやろその画角的に超小さいし、画角的にあかんやろ。でも、取るところがどこで取ったらいいかがわからんわけ。もう本当に。瞑想してんねん。でも、車内ーもこれに関しては。<laughs> これなんかあの、ドライブ、 なんていうなあのパ,パーキングエリアみたいな <laughs> 消火器になずっともうしょうがないよこれに関してはもう4やもんここでお昼食べまそういうことに、ね、説明がいるってことな道の駅とかじゃなくてあの高速のパーキング レポバス好きもおるし遠目でバス移してあそうなんや移すわじゃあサービスエリアそうそうそうでもさみんなほら J と一緒になんかデートしてるよ気分味わわれへんのそういう目線でお姉ちゃんはずっと撮ってて J の隣で一緒になんかデートしてるよみたいな感じで。 J <laughs> はね、レジはおでちしてへんよ、そんだし、するわけないやん。仕事してへんのに。まあ J も仕事してへんねんけど。お姉ちゃんも普通よ。子供みたいなんて。あんまりデートで飯に点数つけんやん。<laughs> 確かにな。おいー、広告ー 8月の支払いが厳しい <laughs> これマジで笑うわほんまになんか自分の妹やけどさなんかこれほマジでやってる人おるんやっていうこの,あのよ広告で見るもうなんなっとうしいみたいな感じで飛ばすやつをや実際に やってる人おるんやんなんでゲームのじゃ宣伝ちゃうねんもう普通にはまってるから今 J が好きやねん好きでやってんねんこれエビかカニやでカニやけどでも J がエビって言ってるからしゃあないやん <laughs> これ <laughs> しかも説明説明聞いても全然わからへんかったし <laughs> このゲームがもう訳がわからなさすぎて <laughs> 1万40001 <laughs>、ま、<laughs> <laughs> 万4000やってる人はもうさだからもうあれやろこのゲーム作った人やろ <laughs>、はい、絶対で楽しいらしいわ <laughs> 課金で 8, いらんないらん バスツアーで一番じゃあでもお姉ちゃんはもう絶対にこのシーンはカットしないでくださいねもう2回ぐらい念押ししたからな編集の人にもう絶対に J が本当に今頑張ってやってるゲームなんでこのこれすごい長いですねみたいな感じで言われたけどもう絶対にカットしないでくださいね。 来月も J が何点までいってるか、うん、あのやるから移 <laughs> すからなみんなもうそのくだりはもう絶対移すから気になるから <laughs> 尺稼ぎちゃうって <laughs> まあでももうマジでバスの中とかさなんかやっぱ移されへんやん だからこの停車してるさんみんなをみんなのその他のお客さんを待ってる間に一番いいよこのジェ j のわけのわからんクソゲーみたいなのを説明を受けるんがもういいかこの下りはこ,うう <laughs> この下りはもういいこれしかもさなんかちゃんと取れてないね今日マジでめっちゃ広いねこの奥にも この奥にも、マルシェみたいなめちゃ、しかも見て、これ、この、これなんなんみんな。なんかさ、このヴィソンでしかない乗り物みたいなが何個かあってさ、なんかヴィソンでしか見たことのない、なんかこの前に2つ車輪がついてて、なんかバイクみたいな。でもこれバイクよな、みんな。多分、ここで借りれるやつやねん。 これ乗りたかってんのでもなんかどこで借りれるかわからへんかったので、またあの、ビソン行かれる方いたら乗っても,もろて。あ、これナンバーついた免許いる。いやね、もうね姉ちゃん免許持ってないって、そんななんか、この敷地内はビソンの敷地内やからいいんじゃないの免許なくてもさ。え、欲しい、あれ。免許ないよ。見てこ一番。 このこの日の中でこの時が一番みんなテンション高いからなお姉ちゃんの純子このこのさこの,このバスの運転手もさすっごいニコニコでさなんかしかもこのバスこの人なんか普通にこのバス乗ってるけど。 なんか、たまたま通りかかって、その、バギーのところに乗せてってくれるバスじゃなかったみんな、ちなみに、このおじさんがめちゃくちゃいい人でさ、なんか、あ、なんか、どっか行かれますかみたいな感じで声かけてくれて、このおっちゃん。踏んで、なんか、あ、バギーちょっと乗りたくて、で、あー、じゃあ送ってきますよ、で、多分、ビソンの人やねんけど、なんか、たまたま、 通りかかってあじゃあいいですよって言って乗せてくれてん <laughs> ビソンの職員さんなんか絶対あのそのバギーに連れてってくれる人とかじゃないねん <laughs> そもそも <laughs> だからうわめっちゃラッキーやんみたいな今日ついてるわーみたいな感じでウキウキこのバスの中では <laughs> しかもさなんかめっちゃでかくて見てみんな これ見えた、えー、免許がないと乗れないバギーでして <laughs>、えー、来ましたが帰ることちなみにさこの今見えてるこっちのこここのバギーはな免許なくても乗れるって言われてんやんただなんか J はこの皆奥見えるこの森この森の中をこの奥にあるでっかいバギーでなんか走り抜けれるみたいな感じ で、なんか書いてて説明に。そんで、なんかこのでっかいバギーでこの森の中走り抜けれるんやみたいな感じで行ったら、こっちはなんか免許ないと乗れません。ただこっちは乗れるんですけど、ここのなんかぐるって一周するだけです、みたいな。ほんで J がもう別にその森の中行かれへんやったら別にもうちょっといいです、みたいな感じでなんかテンション下がってもうてさ。 お姉ちゃん的には別にいいんちゃうせっかく来たいしと思ったけど、森の中ちゃうかったらもういいですわ、みたいな感じで、なんかちょっとなんかテンションがもう下がったから、免許 <laughs> ないのに、この森の中を J はもうすごい速さで駆け抜けようとしてたから。 お姉ちゃんせっかくやったから乗りたかってんけど、でもただなんかこの、めっちゃなんか結構狭い感じやってん。この広場みたいなところが。だから子供用の乗りもんやんみたいな。しかもみんなちなみに、このバギここの、このね、この一周するぐらいの10、え、十、十分ぐらいもうかからへんかないくらやと思ういくらやと思うちなみに。 この森,森を駆け抜けるバギーは15分でいくら設定です。7000円, <laughs> 円します、皆さん。こう三重の美そね、行かれる方、えー、注意してください。7000円します。 そして、15分、このね、バギー、森の中、すごいね、あのー、ね、普段、その、乗らない、このバギーえ、ちなみに一人9000円です。15分で。たっかーってなって <laughs>。ま、あでも、乗れるんやったら、せっかくやし、もうここでしか乗れへんから、お姉ちゃんらは出す気やってんで。全然。ただ、もう、免許ないから <laughs>。 だからそれ込みやな J のこのテンションが低くなってあもうそれやったらいいわみたいな感じになるちゃんと調べていけばよかったんだけどねこのさもう見える範囲でもさ狭いって分かるやんここ狭いって分からんみんな乗れませんでした見て見てこれこれで7,000円やでやばない めちゃくちゃゃく高いからこのバスが一番すごかったすげえってなんか AI で、A、AI みたいなのが搭載されてて勝手に自動で運転されるらしいすごくない次世代電気自動車やねんってちゃんと説明も載せてくれてるわうちの編集者バギンのとこ行って帰っていやでもそんなに5分ぐらい 車で5分ぐらい。<laughs> しかもさ、見て、じュん、これ。しかもさ、ね、め、なめて、このおまんじゅう。めちゃめちゃ美味しそうじゃないこの大福さ、なんか、いちご大福、で、いちじく大福、キウイ大福、マンゴー大福、みかん大福ってある。えちなみに、この大福、1個いくらやと思いますか一個。 いく,いくらすると思いますかおいくらすると思いますかめちゃくちゃ美味しいです。ただ、大きさはこの大きさ。1個やで、1個。1個。1000円です。<laughs> 1000円。1個なちなみに1個な ?1000 円します。 でやっぱそういうのとかもあってお姉ちゃんはやっぱ買わなかったよねやっぱ1000円かで見てほら1000円すんねん一軸めっちゃ高かったねこれ見えるよ980円めっちゃ高いねん急行でバーギーやんそうやで一軸の大福急行でバーギー乗れるからやっぱちょっと値段がな ちょっっとやっぱ観光地値段やったからっていうのもあるけどもなんか大阪帰っても食べれるか大阪帰っても別にフルーツ大福は食べれるかってやっぱ思ってしまってなんか三重限定とかじゃないしなって思ってやっぱお姉ちゃんはちょっと躊躇したんだよね買うの <laughs> 時給波物価のね高騰が。 こんな田舎にまで押し寄せていますしかもさお姉ちゃんもちなみにこれ本当にみんなに言うけどお姉ちゃん今回のバスツアー結構食べてるように見,見えてるけどさ明らかに声の低調せじゃあねお姉ちゃんは本当にみんなお腹が弱いやんかもうそれはみんな知ってると思うけど。 ふんで、今回のバスツアーのバス、ちょっとグレードが、ま、標準のグレードやったから、バスの中にトイレついてへんかってんやんか。だからやっぱそういうのでさ、なんか食べ物、この、なんかこれを食べたらお腹痛く、だからお姉ちゃん、カキ、お姉ちゃんもちょうだいって言って、言ってんけど結局食べへんかってん、このカキも。 だからみんな絶対バスツアー。だから次の9月はもうトイレ付きのちょっとグレードアップしたバスを頼んだから、せやねん。でも純子はもう全然そんなお腹痛いとかならへんからさ。お姉ちゃんもう本当にすぐお腹痛くなるからもうやめた。食べるん。怖いよ。でもめっちゃ美味しかったらしい。 ちょうだいと言っていいけど結局あ「やっぱしやめとくわお腹痛くなるから」って言ってェイ、うん、がすごい笑ってた「めちゃめちゃ気使って,って気使って食べへんやん」みたいな「全然お姉ちゃん今回食べへんかってんやん」でこの甘夏シェイクももう三口ぐらいしか飲んでへんからなちなみに冷えてお腹痛くなったとしてもずっとそればっかりでさやっぱあかんなと思ったもうマジで。 この牡蠣、いくらさああの三つで七百八十円とかぐらいじゃない。もったい,ない。もう恐怖でしかなかったからお腹痛くなったらどうしようって。うん、しいでもさっきマンゴー食べだから。ジェーめっちゃ食べてね。このさ甘あの牡蠣食べてで、ね、マンゴーって言っておきをさマンゴーのアイス一本丸ごと食べてるからさ。 しかもさ <laughs> これはもさもうめっちゃ回ってんここのビソンでさなんか J もさなんかマルシェとかいっぱいさすごい広いわけでいろんなお店がさ腐るほどあってお土産屋さんもめっちゃある中でお姉ちゃんこの夏みまるで。 夏みかんなゼリーが実りましたっていうゼリーだけを買ったよね。お土産で。ちなみに、あの、トータルしたお姉ちゃん、伊勢でこれしか買ってない。<laughs> これしか。あのー、本当にここで懺悔しますけど、 いつもお姉ちゃんはお土産、やっぱね、銀にするねんな。これは本当にいるものなのか買って帰って自分が使うものなのかでもみんなもうそうじゃないもう本当にさ、バスツアーやからさ、もう至るところに泊まって、あの、パーキングエリアとかさ、でっかい。めっちゃお土産屋さん、伊勢にも行ってよ。しかもなんかあの、J はめっちゃ買っててん。この後伊勢でなんか、 あの、バスツアーあるあるなんか知らんけどさ、なんか提携してるでっかいお土産屋さんみたいなところで買ったら、もうバスの席までお土産をお持ちしますみたいな、そういうのがあるわけ。だから J はなんか色々瓶のやつとかもさ、重たいやつとかも買ってさ、でも赤服やん。三重と言えば、伊勢と言えば、 で、赤服重いけど、なんかその、もうここ提携してるから、もう赤服もうお持ちしますみたいなんやけど、もうお姉ちゃんは一切買わずにこれだけでしたよね。うーん。あかんところやと思う、お姉ちゃんの、本当に。だから次の9月はちょっとお土産を買うわ。 全然変わんかったわ。伊勢神宮に着きましたーもうだってちなみにさみんなお姉ちゃん的にさなんか伊勢神宮行ってからビソン行って帰るって思っててんやんけどなんかビソン行ってからの伊勢神宮やからこれもう4時ぐらいやねんやんちなみにもう疲れきってんねんもう。 結構テンションさはしゃいでさなんかご飯もいっぱい食べておいしいもんも食べてもうちょっとねなんなら眠いゆっくりちょっとバスでも寝たいなぐらいのテンションの時に4時過ぎぐらいに着いてるからさもう閉まるねおかげ横丁5時までやしさで早よ行って早よ帰ってこなみたいな駆け足やってんだからここだけやなちょっと逆やったらよかったんけどなメインが。 びそになってんねん。も入り口だけ。こんな感じです。行ってきまーす。すお姉ちゃんのこれ二千十七年っぽさある。伊勢神宮行ってきましたー。すごうんんもうだからちょっとテンション下がってんねんな。し,しんどいね、ちょっと暑くて。綺麗かった。綺麗かったです。大きかったです。あ、でもさ、なんかみんな、この、この雰囲気を <laughs>。 撮るはいいんじゃない <laughs> じゃ、中でさ、撮られへんもんだって。じゃ、中撮ら、だって中は撮影禁止やからさ、伊勢神宮は <laughs>。綺麗かったでーす。じゃ、J 撮った赤いよ、そうやって顔見えるもん。 <laughs> もうちょい木も大きい木がいっぱいありましたわだもうお姉ちゃんもあかんと思ったよそれ伝わらんやろうなってでももう頭回らんねんってもうもう,もう疲れきってんねん暑いしさもう早ようしかもお腹も空いてで夜さもうあれやん絶対渋滞に巻き込まれるしご飯も食べなあかんし早う急いでご飯食べなあかんと思って。 <laughs> っていう感じを、はい、あま,まあでも伊勢神宮は本当いつ行ってもよかったですねお姉ちゃん何回か行ったことあるんでも伊勢神宮に関してははい大阪に戻ってきました今何時ですかもうがっつり渋滞に、はい、がっつり渋滞に巻き込まれて。 がったか <laughs> 晩ごはんはちなみに晩ごはんはうどん食べたよ伊勢神宮の,あのおかげ横丁でおしっこ漏れへんかったおしっこ漏れへんかったトイレ結構トイレ休憩多かって <laughs> そ晩もうどん。 しかもお姉ちゃんもバンもあのうどん本当にまずい方のうどんやったから伊うどんはやめといた方がいいマジでほんまに口に合わへんかったな伊勢うどんのうどん伊勢うどんじゃなく普通の順子の冷凍うどんが普通の伊勢うどんじゃない10点満点中ち,なみにあのこのちなみにこの伊勢うどんに関しては十点満点中二点です <laughs> ありがとうございました <laughs> ありがとうございました2点でした